大いなる力。決して目覚めさせてはならない。その魔女の名はベルザ。これがバルドラに伝わる魔女の伝承。でも単なる言い伝えじゃなくて事実を元にしているの。ベルザは実在している。そしてベルザの一族はベルザを目覚めさせて世界を滅ぼそうとしているの。封印を解き、ベルザを蘇らせるにはたくさんの生贄、人の命のエネルギーが必要になる。だから彼らはオベリスクという大きな塔を作り、それを集めようとしているわ。どう思う、兄さん。どうもこうも、いきなりこんな話聞かされて、信じろって方が無茶だろ。そうね、信じられないのも無理ないわ。でもこれで事情は話したからね。私もう行くわ。ああ、おい、ちょっと待ってくれよ。もう少し聞きたいことが。あ、ソフィー。大丈夫、ちょっとめまいがしただけだから。顔色が良くないわ。まだ無理しちゃダメよ。そんな体で行くのは無茶だよ。もう少し休んで体力を回復させてからじゃないと。そんなこと言ってられない。早くしないとベルザが復活してしまう。お父さんの願いが。ソフィー。兄さん。たくしょうがねえな。なあソフィー、そのベルザの復活とやらを防ぐにはどうしたらいいんだ。え？あんたの話を全部信じたわけじゃないが、今バルドラで大変なことが起こっているのは確かだ。それにあんたが心の底から真剣なのは俺にもわかる。だからあんたの代わりにやってやるよ、俺たちがさ。何言ってるの。あなたたちには関係ないことよ。関係なくないよ。そのベルザ復活で世界が滅んじゃうなら僕たちだって無関係じゃいられない。どっちにしろ町で暴れてるベルザの一族とやらをどうにかしなきゃならないしな。でもこれは私がやらなきゃならないことなの。他の人を巻き込むわけには。ねえソフィー、そんなに大変なことなら一人じゃなくて仲間と協力した方がうまくいくんじゃないかな。仲間。別にあんたのためだけに動こうって言ってるわけじゃない。ただ俺は指をくわえて見ているのは嫌なんだ。僕たちに何かできることがあるのなら自分の手でどうにかしてやりたい。自分の足で少しでも前に進みたい。それに俺も少し興味が出てきたんだ、そのベルザという存在に。ずっと俺たちが探している賢者の意志と何か関係があるかもしれない。ねえソフィー、この二人すっごく頑固だからね。一度言い出したら絶対に引かないわよ。わかった、あなたたちにお願いするわ。ありがとうエド、
ある、ウィンリー。これからしばらく大変だと思うけど、よろしくお願いします。ああ。うん、よろしく。よろしくね、ソフィー。これでよかったのよね、お父さん。あなたたちに聖印を渡したわ。聖印？ベルザの復活を防ぐにはエネルギーを集めているオベリスクの動きを止めなきゃならない。その聖印さえあればあなたたちにもオベリスクを封印することができるわ。これがさっきのあんたの力も。ええ、聖印は私の力の源。それがあればベルザの一族が持つ力にも対抗できるわ。こんな印にそんな力が。それじゃ、オベリスクとやらを封印しに行くか。ここから一番近いオベリスクは、町の西にある倉庫街のあたりよ。倉庫街か。わかった。二人とも、くれぐれも気をつけて。オベリスクは、ベルザ復活に重要な存在だから、きっと敵も警戒していると思う。ああ、任せとけって。よし、行くぞ、アル。うん。ごめんね、ウィンリー。ん？何が？エドとアルを危険な目に遭わせてしまう。私、みんなを大変なことに巻き込んでしまった。巻き込んだ？それは違うんじゃない？どっちかっていうと、あの二人が自分から巻き込まれに行ったんでしょ？うん。でも。あいつらなら大丈夫よ。目的を遂げるまで、何があっても、あいつらは負けないわ。目的？うん。あいつらも、ソフィーに負けないくらい重いものを背負っているからね。戻ったか。
レオニード。ごめんなさい、セルユス。私としたことが。あの小娘。なーに、のこのこ手ぶらで帰ってきてんのよ。やっと見つけた器なのにさ。バッカじゃないの？やる気あんの？うるさいわね。ちょっと油断しただけよ。あんなガキ一人捕まえられないなんてやばすぎ。生きてる価値ないよね。てか一回死んじゃえば。もういい、やめろ、ジャニス。聖陰の力、やはり侮れんな。もう一度私にチャンスをちょうだい、ゼルギウス。次は必ず。焦るな、器は後でもいい。今はオベリスクだ。我ら四神官は時が満ちるまで邪魔が入らぬようオベリスクを守らなければならん。レオニード、お前は西のオベリスクへ向かえ。五道は北だ。わかったわ。聞こえたわね、五道。あんたは北のオベリスクを守るのよ。本当にわかってんでしょうね。お前は俺と共に来い。今から小うるさいネズミどもを掃除しに行く。了解。もう少しだ。もう少しで我らが神ベルザはよみがえる。西の倉庫街ってこの辺りだよね。ソフィーの話だとこの先にオベリスクという塔があるはずなんだが。あ、どうした、アル。ソフィーがくれたこの聖印、本当にそんなすごい力があるのかな。確かに特に何かが変わったって感じはしないんだよな。ま、でも妙な副作用もなさそうだし、やるだけやってみようぜ。